ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、IQ って計測したことある？いや、ないな。魔理沙もそうなのね。たまに自分の IQ が気になるんだけど、測る方法も場所もわからないのよ。漫画とかでよくある、実は IQ180、みたいな自慢が欲しいんだけど。IQ の低そうな動機だな。ネットでそれっぽい検査はあるが、やはり正式な検査の方がいいぜ。メジャーなところで言うと、ウェクスラー式知能検査や、田中美玲知能検査などだな。なんか細かそうね。細かいというか、これらは専門家とマンツーマンで行う検査なんだ。ネットの性格診断みたいに、簡単にパッとできそうな感じじゃないわね。実際にやってみて、低すぎて問題になったら嫌だし、やめとくわ。ちなみに、低すぎると何かあるのかしら？都道府県や自治体にもよるが、極端に低いと知的障害の判断基準に引っかかるぜ。あら、そういう判断材料になるのね。ああ、知的障害の場合は、日常生活に困難があるかどうかも指標になるが、IQ の数字も重要な基準になっているんだ。複雑なのね。じゃあ場合によっては、IQ 的には障害に限りなく近いのに、障害とは判断されない人もいるのかしら？いい着眼点だな。そういう人たちは実際にたくさんいて、最近では境界知能と呼ばれているんだ。境界知能、名称はかっこいいわね。だが境界知能と呼ばれる人は、悲惨な生活、ひいては悲惨な人生を歩む可能性が高いぜ。そうなの。ちょっと、詳しく聞いてみたくなってきたわ。じゃあ今回は、境界知能の悲惨な生活をゆっくり解説していくぜ。はい、お願いします。それでは、ゆっくりしていってね。で、境界知能って、実際にはどういう人たちのことなのかしら？最初に少し触れた通りだぜ。知的障害と言われるほどではないが、一般的な人たちより IQ が低い人のことだ。基準となる数字はまちまちだが、おおむね IQ71 以上85未満の人と言われるな。ちなみに IQ の基準値は100で、平均値は90から100程度だそうだ。逆に、それ以上だと優秀なのね。漫画とかでよくある IQ180 の優秀さが、改めてよくわかるわね。一般的には、130でもかなり優秀だそうだ。逆に、知的障害の基準になるのは、IQ70 よりも低い人なのかしら？そういうことになるな。ただ、IQ が低いことと知的障害は、必ずしもイコールじゃないぜ。生活に困難を抱えているかも、重要な基準になるんだったかしら。さて、境界知能の定義に話を戻すぜ。境界知能というのは、知的障害の基準に引っかかるほどの低い IQ ではないが、一般の平均値には届かないという、ちょうど間に位置する人のことだ。普通の人より IQ が低いけど、知的障害と言われるほどじゃない人なのね。そういうことだ。こういう、障害と普通の間、いわゆるグレーゾーンにいる人たちだぜ。なんというか、損をしそうな感じね。まさにその通りなんだ。この狭間にいるような状況のせいで、普通に生きることも難しければ、障害者として認定されるのも難しいんだ。ぼんやりとだけど、当事者の人たちが辛そうなのは分かったわ。でも、具体的にはどういう生きづらさがあるの？じゃあここからは、境界知能と呼ばれる人たちの生きづらさを、少し見ていくぜ。まず、さっきも触れたように、境界知能の人はとにかく生きづらいんだ。IQ が低いことが原因で？具体的には、IQ が低いせいで対人関係やコミュニケーションがうまくいかないんだ。人間関係って、家族とか学校とか社会とか、いろんな場所で発生するけど、それがうまくいかないっていうのは辛いわね。でも、具体的にはどんな感じなのかしら？学校で集団生活のルールが理解できない、相手に伝えたいことが表現できない、逆に相手の発言の意図がつかめないなど、問題はいろいろだな。どれも、満足にできなかったら辛いわね。それに、相手の発言の意図を掴んだり、自分の意図を言葉にして伝えたりするのは、特に中高生以降になってからはかなり重要な能力になってくるわ。それができない場合、人間関係で挫折することが多いんだよな。このコミュニケーションの難が顕在化するのが中高生以降であり、この問題が生活に直結するようになるのは社会人になってからだろう。大人になって働き出しても、ほぼすべての仕事に人間関係はついて回り、仕事がうまくいくかどうか、仕事でかかるストレスの代償などが、ほぼ直接、人生の質に関わるからな。仕事の内容以前に、人間関係でめちゃくちゃストレスがかかりそうだわ。学生時代は人間関係から距離を取るという方法も通用するが、仕事となると逃げ場がなくなることが多い。
大人になると、逃げ場がなくなってさらに辛くなるのね。でも、そんな人がたくさんいるのかしら？人口全体の約 14% が境界知能に該当すると言われているぜ。ちなみに、これが35人の学級とすると、クラスに5人はいる計算になるな。それは、決して無視できない数字だわ。それだけの人が、無理をしながら生きているのかしら？環境や個々の能力によるが、社会に出たら大半は無理をすることになるな。だが、痩せ我慢というのは長続きしないぜ。痩せ我慢して仕事をしたところで、いつかは力尽きてしまうわよね。仕事というのは大変なものだが、境界知能の人は平均的な知能の人に比べて、計算や文章理解など、多くのことでつまずくからな。普通の人が舗装された道を歩くとしたら、境界知能の人は舗装なしの道を歩くわけだ。他の人たちよりも、壁にぶち当たる確率も大きそうだわ。集団の中で悪目立ちする原因にもなりそう。だからこそ、仕事に対するストレスが増大するんだぜ。これが行き過ぎてしまうと、精神を病んでしまう原因にもなる。うつ病とかになってしまうのかしら？病名はそれだけではないけどな。何にしても、精神を病んでしまったら、まともに働けないわね。フルタイムの仕事を続けるのは難しいし、下手をしたらキャリアがそこで途絶えるんだ。一度、仕事のレールから外れた場合、その後が厳しいのはなんとなくわかるよな。退職すると、キャリア的には先がなくなるのね。日本って、キャリアが続いていないと、なんか問題あるって判断されがちよね。そこには年齢も大きく関わってくるけどな。特に、一定以上の年齢でそういう状態になると、本当に人生はきつくなるぜ。本人からしたら、人生が何にもうまくいかないような感覚になるだろう。悪循環に陥ってしまうのね。そうなってしまうと、いやおうなしに困窮することになるぜ。そんな人に残された選択肢って、かなり少ないんじゃないかしら。福祉に頼るか、そうでなければ悪事に手を染めるくらいだな。障害者が受けられる福祉ってどんなのがあるの？具体的には、障害者手帳や障害者雇用、場合によっては障害年金や生活保護だな。ぼんやりした話だが、障害者として認定されることによる配慮も含まれるぜ。障害者として認定されることで、初めて受けられる補助がいろいろあるのね。障害ゆえに普通の生活ができない人に対する制度はたくさん存在するんだが、境界知能の人たちはそのセーフティーネットにも頼れない傾向にある。かといって、さっき言ったような社会に出てからの挫折を経験した場合、またフルタイムで働き始めるというのも難しくなってくるんだ。無理をして働かないと生活できないけど、働いていると状況がどんどん悪化するわ。正社員とかはできないだろうし、そうなるとアルバイト生活になるの？そういうことになるが、それでもうまくはいかないだろうな。細かい仕事でつまずき、人間関係もうまくいかなくなり、結果的に、勤怠が不安定になりがちで、仕事が長続きしなくなる。それだと生活は苦しいまま、というか生活自体が立ち行かないんじゃない？そういう人ももちろんいるぜ。これはかなり闇が深い話なんだが、日常生活でつまずいたり利用されたりして、刑務所や少年院に入る人も多いんだ。刑期の切れない非行少年たちという本の内容が有名だが、境界知能ゆえに生活が難しくなり、結果としてそこに行き着いてしまうわけだな。学校の勉強や人間関係でつまずいたり、仕事でつまずいたり、理由はいろいろだけど、とにかく悲惨なことはよくわかったわ。ここまでは学校や仕事のことを話したが、境界知能だと日常生活も難しいことがあるんだ。日常生活って言うと、普通に家事をしたりすることかしら？それもあるが、さらに問題になりやすいのが金銭管理だな。確かに、お金の管理って頭を使うし、計算が苦手な人は難しいかも。ああ、お金の計算が難しいために、スーパーの買い物で2つの商品を比較して、どちらが安いのかを判断するようなことでも、何分も考え込んでしまったりするんだ。それは、買い物だけでも時間がかかるし、本人も疲れてしまうわね。でも、計算以外でも、日常生活で頭を使う場面はあるわよね。ああ、例えば難しい言葉が多く登場する、役所での手続きでも困難を感じがちだ。ああ、確かにあれはこんがらがるわね。他にも、携帯電話をはじめとする、小難しい契約の場面などなど、境界知能の人たちが直面する困難な場面は、社会にはたくさんあるんだ。さっきも言ったように、障害があると認定された人はサポートを受けられたり、金銭がかかる契約などの面倒を見てくれる、後見人制度なども利用できるんだが、
業界知能の人はそういうサポートも受けられず、わけがわからないままになる。となると、複雑な契約もよくわからないままサインとか捺印とかしちゃいそうね。そういうことは実際にありふれてるだろうな。さらに悪質なのは、それをわかった上で、業界知能の人を騙す人もいることだ。悲惨な生活というのは、単純に生きづらいということだけじゃなく、他人からの悪意に無防備になりがち、ということでもあるんだぜ。サポートしてもらえないってことを軽く見ていたかもしれないわ。でも、昔からそういう人たちはたくさんいたんじゃないの？業界知能の人って、最近になって急に増えてきたわけじゃないわよね。増えてきたというより目立ちやすく、さらに言えば脱落しやすくなったんだと思うぜ。目立ちやすくなった？昔と比べると、現代の仕事というのは、コミュニケーション重視になってきてるし、業務で求められる内容もそのレベルも高度になっているんだ。肉体を使ったり、手作業で物を作ったり、そういう仕事は昔より減っただろ？確かに、今はパソコンを使ったり、人と話し合ったりしながら仕事するわね。頭を使う仕事が増えたし、果てには人の感情に左右される仕事もある。社会の高度化や技術の進歩によって、仕事が複雑になってきたことの弊害として、業界知能の問題が出たんだと、個人的には思っているぜ。確かに、それはありそうね。昔なら通用した、不愛想だけど職人かたぎで、黙々と仕事をしてくれる、みたいな人の居場所が、どんどんなくなりつつあるわけだな。確かに、昔ならたくさんいた、職人かたぎの人たちがいなくなったわね。昔ならそういう職業やポジションについて、社会生活を問題なく送れた人が、仕事に求められるレベルの変化によって、目立つようになってきたってことだ。障害というのは、社会が定義するからな。なるほど。そして、業界知能というのは、社会の定義が遅れてしまっているがゆえに、障害と普通の間に落ちてしまっている、そういう人たちなわけだな。悲惨な生活を送りがちなのが、よくわかる話だわ。利用されたのか追い詰められたのかは、それこそ人によるんだろうけど、刑務所や少年院に入るようなことになってしまうのも、なんとなくわかったわ。学生時代も、社会人になっても困難を抱え、仕事が長続きしないことにも苦しみ、それ以前に日常生活を営む時点で困難を抱えてしまうわけだな。自覚もない状態で自分を責めながら、懸命に生きている人もたくさんいるんだぜ。何食わぬ顔をしているようでも本人は必死だし、きっと苦しいわよね。生きているだけで精一杯、という状況になりがちだ。そんな危うさを抱えて生きているのに、障害者として認定されることもないからな。生活の困難さと理解のなさ、その合わせ技が業界知能の悲惨さの根源なんだ。普通に生きられず、障害者にもなれないから、どちらよりも悲惨な状況になるのね。業界知能の悲惨な生活は異常だぜ。生活に難しさを抱えているのに、サポートを受けることもできない。普通の人と障害者の間にいる人たち、全般の悲惨な生活が透けて見えたわね。旗から見ると怠慢に見えるような人も、内心では必死に生きているのかもしれないぜ。問題が大きすぎて、途方もない気持ちになってしまったわ。私にできることは、何もないのかしら。個人にできることといえば、そういう人もいると想像するくらいだな。想像の範囲外のところで困っている業界知能の人もいるんだ。完全な理解は難しいけど、頑張って想像することならできそうだわ。業界知能は社会の認識が遅れているから、そこを何とかしない限りは、大きな問題としてはどうにもならないな。業界知能の人の失敗を、怠慢とか努力不足で片付ける、そういうお堅いものの考え方自体に、いずれはメスを入れないといけないのかもな。まだまだ、道のりは長いってことね。それじゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。